アルベルト・ザッケローニは、イタリア出身のサッカー指導者、サッカー監督、元プロサッカー選手。北イタリアのエミリア・ロマーニア州出身。世界的な愛称はザック。2010から14年までの4年間、サッカー、日本代表の監督を務めた。元日本代表監督。選手時代のポジションは、サイドバック。ザッケローニは、 1953年4月1日、北、イタリア最南端地域に所在する、マチメルドラで、父アダモ、母エルバの間に生まれた。生後感もなく一家は、近隣の町、シェゼナーティコへ転居し、以来、アルベルトはこの地で少年期を過ごすこととなった。両親は、おばの出資で、ペンションとバールを兼ねた施設、アンブロジアーナを経営している。アルベルト少年は、 宿題を後回しにして、友人らとゴムボールを蹴り、パニーニ社のカードで戦術を練っていたという。12歳の時、ユベントス FC 監督、エルコーレ・ラビッティの目に留まるも、不採用に終わった。その後、ボローニャ FC の入団テストを受けるために家を離れて、デクレシェンツ商業高等技術専門学校へ進学するも、地元に戻って、 a s AS レアルチェゼナーティコに入団し直している。16歳の時には、友人と外出した際に重い風に罹患して2ヶ月、入院し、2年間は、運動を禁止されていた。この頃、後に妻となる、フルビアと交際している。地元メルドラで、サッカー選手を続けるも、怪我や病気などの影響で、長いブランクがあったために思うようなプレー感が戻らず、20歳を、 前にして引退した。その後は、家業のペンションの従業員を務めたり、保険代理店を経営したりしながら、幼年チームの指揮を取ったりと、細々とではあるが、サッカー指導者として監督業を継続した。1983年、30歳で当時、セリエ C2 の AS レアルチェゼナーティコの監督に就任。その後、指導者として経験を積み、 ウディネーゼ、AC ミラン、SS ラツィオ、インテル、トリノ FC、ユベントス FC とイタリアのクラブチームの監督を務める。ビッグ4と呼ばれる AC ミラン、インテル、ユベントス、AS ローマのうち3クラブを率いた経験を持つのは、ファビオカペッロ、ジョバンニトラパトーニとザッケローニの3人だけである。AC ミラン監督時代には、 就任初年度の1998から1999シーズンにセリエ A でリーグ優勝しスクデットを獲得。同年のイタリアサッカー選手協会年間最優秀監督賞を受賞した。イタリアサッカー伝統の長守備人形のカテナチオではなく攻撃重視の3から4から3フォーメーションを好む監督として知られる。 ザッケローニーが好んでもチール3から4から3システム1995年から1998年まで、率いたウディネーゼでは、大胆な攻撃サッカーを展開。得点王となったビアホフやアモローゾを要して1997から1998シーズンを3位という、好成績で終え、UEFA カップ出場権を獲得した。この実績が認められ、 翌シーズンから AC ミランの監督に就任することになった。ウディネーゼから移籍させた教え子のビアホフやヘルベグに加え、ズボニミル・ボバンラを中核として優勝争いを展開。終盤に失速したラチオを逆転し、スクデットを獲得する。しかし、翌1999から2000シーズンの CL では、最終節でガラタサライに逆転負けを喫し、一時リーグで敗退。 選手層の薄さもあって、リーグ戦も3位に終わる。翌シーズンは、自らのシステム3から4から3を貫こうとした、ことで、フォーバックを標榜する、ベルルスコーニ会長と対立。チームも低迷したことにより、シーズン途中で更迭され、後任に、チェーザレ・マルディーニが就任した。2001から2002シーズン序盤に、CL での敗戦により解任されたディノゾフの、 公認として SS ラツィオの監督に就任。ミラン時代とは異なりフォーバックも用いる柔軟な、采配を見せたものの、CL ではグループリーグの突破に失敗。ローマダービーで1の後の惨敗を喫するなど、リーグ戦も6位と低迷。最終節にインテルの優勝を阻止する勝利を上げ意地を見せたが、シーズン終了後に解任された。 2003から2004シーズンの途中、エクトル・ラウル・クーペルの解任を受けて、インテルの監督に就任。当初は、無敗で快進撃を続けたが、CL は、グループステージで早々に敗退。ホームのアーセナル戦では1から5の大敗を喫した。リーグ戦も4位に終わり、翌シーズンの CL 出場権は確保したものの、モラッティ会長の信頼を得られずシーズン終了後に、 辞任公認候補に、ロベルト・マンチーニが浮上していた中での実質的な、解任であった。2年のブランクの後、2006年9月、セリエ A に昇格したシーズン開幕3日前に、カイロ会長と対立した、ジャンニーでビアージが退任した、鳥の FC の監督に急遽就任する。チームは会に、低迷、2007年2月の AC キエボ、ベローナ戦では、 エースのアレッサンドロロジーナを外して惨敗するなど、リーグ6連敗し、途中解任された。ちなみに開幕直前に、グルノーブルから移籍した、大国マサシオパルマとの開幕戦で81分から起用しており、これは大国にとって、セリエデビュー戦となった。3年のブランクの後、2009から2010シーズン、途中より、 成績不振で解任されたチーロ・フェラーラの後任として、ユベントスの監督に就任した。契約期間は、シーズン終了までの4ヶ月。しかし、チーム状態の改善に失敗し、L では、決勝トーナメント2回戦の第2戦で、フラム FC に1の4と大敗を喫して敗退。また、リーグ戦は7位に終わり、CL 出場権も逃した。 引いたリーグ戦17試合の成績は6勝4分7敗と負け越しであった。就任直後は3から4から1から2を、後に中盤菱し形の4から4から2を使用した。シーズン終了後、契約更新されなかったにもかかわらず、2010年5月に行われたユベントスの北米ツアーに監督として同行。指揮を取った。 ニューヨークレッドブルーズとの試合には1から3で敗れた。2010年8月30日、サッカー日本代表監督に就任した。推定2億円2年契約で2年間の延長オプション付き。緊張感を保つため本人は単年契約を希望していた。これが母国イタリア以外の国での初めての監督就任であり、ナショナルチームを率いるのも初となる。 8月30日に契約合意し、9月4日のパラグアイ戦、9月7日のグアテマラ戦は、ビザの関係で指揮を取れないためスタンド観戦、監督不在の代行として、原博美が2試合の指揮を取った。代表監督発再敗は10月8日、埼玉スタジアム2002で行われた国際親善試合で、アルゼンチンに日本代表史上初めて勝利した。 2011年に行われた就任後初の公式大会である NFC アジアカップで優勝へ導いた。国内リーグでの優勝経験はあるものの、国際大会では自身初のタイトルとなった。監督に就任してから1年間無敗が続いていたが、同年11月15日の2014年、ブラジル W 杯アジア3次予選対北朝鮮戦にて、すでに日本は、 予選通過を決めていたものの0から1で敗れ、無敗記録は16試合で途絶えた。アメリカのスポーツサイト FOX ス,スポーツが発表した2011インレビューベストマスターマインズにおいて第10位に選ばれた。2014年ブラジル W 杯アジア最終予選開始前に日本サッカー協会と1年契約で契約延長を行った。 給料は2億円より多少アップした。税法上の理由で2年契約ではなく1年契約。日本サッカー協会からは徹底した、情報管理の一方で選手を信頼し、持てる力を引き出した、同監督の采配を高く評価された。2013年6月、2014年、ブラジル W 杯アジア最終予選グループ B を5勝2分1敗の成績で、 グループ第1位となり、5大会連続となる、ワールドカップ出場を決めた。2014年6月、ブラジル W 杯本大会、GL 第1戦コートジボワール戦は、前半を1点をリードして折り返すも、後半になると一方的に攻め込まれ逆転を許し、1から2で敗戦。第2戦ギリシャ戦は、前半に、相手が1人退場し、数的優位を得たが、 剣手のギリシャ守備陣を崩せず、3枚目の交代枠を使うことなく、スコアレスドローに終わった。GL 突破にわずかながら可能性を残して迎えた第3戦、コロンビア戦は、すでに GL 突破を決めて、主力を大幅に温存したコロンビアに対し、ボール支配率やシュート数は上回ったものの、決定力に欠き、1から4で大敗し、グループリーグ敗退となった。 日本代表監督就任後、素早いパスワークとサイドを起点にした攻撃的サッカーを掲げて強化に努めてきたが、集大成である W 杯で結果を残せず、6月26日、日本代表監督の代任を表明した。2016年1月19日、中国サッカースーパーリーグの北京国安の監督に就任することが発表された。 しかし、開幕から9試合で勝ち点を9しか獲得できずに、低迷し、同年5月19日に、成績不振で解任された。北京国安退団後は、故郷、チェゼナーティコに戻って、レストランなどを経営していた。この頃には、年金生活者と言われる年になったが、サッカーへの情熱とアイディアは健在であり、魅力的なオファーさえあれば、 再び現場に戻ると監督業を復帰に向けた意欲を見せていた。そのような時を過ごした後、UAE 代表監督のオファーを受け、2017年10月付で就任した。2020年7月19日、監督業を優待した。父アダモが語るには、幼少の頃のアルベルトは、ジュースの蓋を選手に見立てて、よくフォーメーションを考えていた。母国における、 新年の慣例行事で豚一頭を父アダモが丸々さばいて腕を振るうが息子のアルベルトは豚の解体を見るのも苦手で父親任せにしている監督としてイタリアの名門クラブを渡り歩いたが一個人としては大のインテリスタであるとの報道もあったがそれは少年期の話で長じて後の彼にひいきとするクラブはなく良いサッカーをするチームを好むという 少し前には、スペインの名門、レアル・マドリードの監督候補に、名前が挙げられた。日本については、サッカー日本代表監督のオファーを受ける以前から、好ましく思っていたという。そのこともあって、かかる監督就任に向けての話を受けた際はとても、喜んでいて、自分からお金を払ってでも日本に行きたいとしており、また、 一流の指揮官を目指すために代表監督のキャリアを積みたかったとしているともしている。2010年10月8日に中田秀寿との対談が行われた際には日本にいいイメージを持っていたからね。だから国によっては断った。過去に外国の競合クラブや代表チームからオファーをもらったこともあるが、 行く気にはなれなかったと語り、日本は自分たちの特徴に合わせたサッカーをすべきだと思う。つまり今のテクニカルなサッカーをスピードに乗せてやることだ。確実に言えることは、私は日本の伝統を変えていくつもりはない。その伝統の中に入っていくのはこの私であって、日本人が私に合わせるのではないとも語った。2011年2月5日、故郷、チェゼナティコで、 市民表彰を受けた。際の記者会見では、日本について、教育、しつけ、清潔さ。すべてが素晴らしい。物価は2倍だが、お金を払うのも気持ちいいぐらい、私は半分日本人だと思っている。日本に恋している。大変感謝している。君がよを歌えるように努力したいと語った。2002年から、サッカー。 日本代表に選出されている、遠藤康人によれば、初戦をドローに終わった AFC アジアカップ2011、ヨルダン戦後、ザッケローニ監督は、戦う気持ちになっていないと怒りを爆発させ、その様子は、歴代の代表監督で見たこともないほどであったという。また、遠藤が言うには、選手間の人間関係や、食事の様子などの思想を把握しているという。 中ブ入りのわさびが大好物で、とんかつにもかけ、白米にもわさびを混ぜ込んで食べるほどである。愛される人柄で、自民会見の時には、選手もスタッフも涙した。ありがとうございます。